おはようございますえー、っと週末はサウナのあるえー、別荘に行きましてあのすごい寝ましたサウナ入るとえー、よく寝れるということで えー、よく寝ました体調も治って、えー、疲れてたのも治って、えー、今日からキックボクシング再開で、えー、やっていきたいと思いますフットサルもあるんで1日2回運動しなきゃいけないという、えー、過酷なあのスケジュールなんですが頑張ります今日は なんかこの前ツイートした話時のピボットで落合陽一さんがチャット GPT の話してて、えー、人間はこれからまあ働くためとか稼ぐために生きるんじゃなくてみたいな話をしててそこにえー関連してというか。 話したいいと思います何の話かというと、えー、人間はえ僕がツイートした内容は食うのに困らない時代が来ると言われても信じなかった時代があるようにえお金に困らない時代が来ると言っても信じないけど多分そういう時代が遅かれ早かれ来てまだからといった幸福が。 度はそんな変わんないと思うみたいなこと言ったんですけどまあそれこそ本当に人間は戦後まで戦後までというか日本人えー、まあ他の先進国含め基本的に何年前だまあ何年前かわかんないけど第二次世界大戦が終わって少しするぐらいまではえー、まあ食うものに困ってたとえっ、ー、てか 常に餓死するっていうのが一番不安で、えー、それこそ戦前江戸時代とかぐらいまでさがの、えー、ると基本的に飢饉、えー、との戦い要は餓死との戦いでお腹空すいたっていうのが人間の一番の悩みで、まあ、ご飯さえ食べれれば、まあ、ご飯食べるために生きてたわけですよね農作業したりなんやかんやしたりで えー、雨が降らなかったりしてすごい悩んだり農、まあ、作物ができても、えー、お上に取られて自分たちが食べるものなかったりと基本的に食うために働くというのをやってご飯さえ食べれれば幸せだという時代がずっと続いていてそこから技術いろんな技術革新があり、えー、農業漁業いろんなものが発,達発展し えー、食うに困るっていうことはなくなったと基本的には食うに困る、まあ、食うに困ってる人も当然いますが、まあ、今の日本で本当にご飯食べれないから死ぬっていうのはないと、まあ、そこで虐待されてたり、まあ、親がひどかったり環境がひどくて、えー、食べれないっていうのはあっても まあ物理的に本当にご飯食べれなかったら生活保護を受けるなりなんかまあ炊き出し行くなり何な,なり何な,なり本当に純粋に食料がなくて死ぬっていうのはまあないというふうになってまあ他の先進諸国もまあ日本は恵まれてる方ですけどまあ大体ざっくりとそうで本当に食うに困る要は人生の悩みがえご飯がないこと食べれないことだっていうふうにはえー 普通の普通のつとある先進国ではなくなっているとで世の中的には、まあ、食糧危機が何な昆虫食が何だって言ってる人はいますけど大きな流れとしてはまあそうなってるとで名前え言葉だけ食うために食うために温かなきゃいけないんだよとか食うために働かなきゃいけないんだよって言ってるけどまあそういう時代が長く続いたからそう思い込んでるだけで本当にご飯食べるため 純粋にご飯だけ食べようと思ったら絶対食べれるという時代が一応来たと。で、あまりにも食うに困る時代が続いたんで、それっていうのは人間がなかなか習慣として馴染めなくて、いや食うために働いてるって思っちゃうんだけど、食うっていうことだけ純粋に考えたら、別に働く必要はもないと。うん。誰かがご飯くれたり、生活保護入ったり、まあ、 もろもろの社会的な見え方とか立場とか気にしないで純粋に人間としてご飯を食べて生きていくってことだけ考えれば大丈夫だというふうになってきてますと。でこれっていうのは昔は考えられなくて多分その食に困ってる時代の人からすればその人たちが今この配信を見てたらえ最高じゃんってなってえだったら働く必要なくねみたいな食うに困んないんだったらえ生活保護で っていうやつでも何でも入ってそれこそ弁当の賞味期限切れでも何でも食べてえ食えさえすればあと遊んでりゃいいじゃんって思ったはずなんですよねただ実際どうなったかっていうと食うに困らない時代が来たんだけどみんなあじゃあご飯だけもらえればハッピーだからそれで暮らしますあと遊んで暮らしますっていうのはほとんどいないと。何か働いて 食う、えー、に困ってないはずなのに、えー、他のことに困ってると金が、えー。他の人より金がないとかブラック企業だとか、えー、やりがいがとか結局同じような悩みを、えー、それが命の危険とはまた違うレベルの悩みではあるんだけどそういう風になってきたと。 っっててて状況ににおいいいでですねじゃあ今度どういう時時代代が来来るるかって言うと多分金に困らない時代が来るんですねこれ今みんなあの金に困ってるっていうのが多くの人の悩みなんでそんな時代来るわけあるかいって思うと思うんだけど今言ったみたいに食うに困,る困らない時代が来るっていうのは信じなかったように金に困らない時代が来るって言っても信じないと思うんだけど。 まあおそらく来るだろうと、えー、まあ普通に議論したされてるベーシックインカムとかまあご飯でいう生活保護みたいなものに近いんだけどまあ別に働かなくても最低限月まあ最低限田舎で暮らせば暮らせる8万とかまあ家賃あるよねとか家賃は払えて最低限まあ質素な食事ならできるよねの8万ぐらいを。 生まれた瞬間から一律払うみたいなのが来ると。だって今、えー、本当に貧困で悩んでたり、お金がなくて悩んでたりする人にとっては、えー、じゃあ働かなくてよいじゃんって思うかもしれないんだけど、た多分おそらく、えー、そういう時代が来るんだけど、その職人 え困らない時代が来ても他の悩みが出たように金に困らない時代が来てもまあ悩みは変わらないとただ食うために働くみたいな言葉だけ残ってますけど実際は食うためじゃねえだろみたいなえ話があるように金のために働くみたいに言う人はいるかもしれないけど実際もう金だったら最低限あるだろうみたいな金のためじゃないだろうとまあ死ぬほど稼ぐためならまだしも 金が,金がないから働くみたい。いや、あるだろう。みたいな時代は、えー、来るんじゃないかなと思う。ってなったとき、どうなるかって、それこそ昨日の落合陽一さんがピボットで働いて、あの話してたように、金のために生きていくと、金を稼ぐために生きてるとか、仕事するために生きていくとかって、ほとんど存在価値がないって言ってるようなもんで、別に働くために生きてきたわけでも、 金を稼ぐために生きてきたわけでもないと。ただ、金がないと生きていけないから今まで生きてきて。ご飯がないと生きていけないからご飯を作ってたわけで。ただ、ご飯があっても、お金があっても人間は働くことをやめないと。<laughs> ってなったとき、働くことって何なんだろうって言うと、本当に。 何なんだろうね、やっぱ自分が満足してそ,れその先に人の満足もあるみたいなことをやってないと楽しくないっていうことなんじゃないかなっていう気がしててでそういう人間の性質をある種資本主義は利用してその報酬をお金っていうもので測、えー、っていて。 で、なおかつ、そこに競争原理とかを入れて、えー、物差しを作って、稼げば稼ぐほどいい生活できるし、まあ、すまあ、尊敬されたり、まあ、社会的に影響力を持つという感じでやってたんだけど、なんかそれが、そのお金に困らない時代が来てもほ多分ほぼ変わんないんだけど、その中で、 まあ,ある種その物差しから自由になれるような提案なり価値観の変化なりをえする存在が多分求められるだろうなと思ってます。まあ、正直この 僕のニューずっとやってたニューズピックスかピボットでも成長することが全てって成長し成長神みたいなのが,人がいて特にトークイベントとかでこれから何しますかっていうと大きいこと言わないとなんかダサい怠けてるみたいなでその呪縛って当然僕もかかってて半分ぐらい抜けてるんですけどまあかかってて、まあ、みんな会社を上場させてうんぬんかんぬんとか えー、ビジョナリーカンパニーを作ってとか言うけど、まあ、正直僕はいやそのあなたの会社上場したとこで世の中ってそんな良くなるのまああなたとあなたの周りは金持ちになってちょっと便利になるかもしれないけどまああってもなくても世の中そんな変わんなくねって思うことが多くてなんかそれだったらもうちょっと規模は小さくてもお金持ちじゃなくてももうちょっと幸せな価値観なりを 作り、周りの人を幸せにする、周りの人をちょっと変えるみたいなこともできるんじゃないかなみたいな感じがあって、多分そういう、なんか資本の力でズバーン突き抜けて、あの、頑張るみたいな感じより、じゃなく、 ある種ミニマルミニマム宗教みたいなそのこの人の価値観に従って生きていくと別にめちゃめちゃ金持ちでもないけど成功者と言われないけどすごい楽しくて幸せだっていうのが来るような気がしててそれこそ田舎でペンションやってサウナやって美味しいご飯食べて幸せちっちゃい村のようなねで別にその ある種洗脳されてその村にから出れないみたいなあのことじゃなくまあサードプレイス的な週末行くとかそういう感じの場所とかを作っていくっていうことでそのある種の競争神の物差しから逃げる選択肢を与えるまあそれはあるんじゃないかなと。だから僕の かすり傷でも痛かったっていう本とかもう今2冊書いてるんですけどまあ1文字も書いてないんですけど来来今月締め切りでやばいなまあ、えー、そういうのをねそういう価値観を、えー、出していって物差しをもう一個作るみたいなことをできればなと思ってます以上ですいってらっしゃい